1977年の地下文駅と周囲1トル範囲。右下が旭川方面及び旭川大町方面。カーブ上の島式ホーム1面2線を旅客用に持ち、下り側3本、上り側2本の対比及び留置用副本線を有している。このため駅舎とホーム間が広く連絡用個線橋が設けられている。 滝川川駅表からは左を流れる用水場のうっぺつ川手前でスイッチバック状に折り返し上端中央に見える農協倉庫へ向かう専用線が敷かれているこの折り返し線はかつてはうっぺつ川を越えてさらに長く伸びていたが扱う貨物量が減ったせいか手前までに短縮されている駅裏には輸送所がありそこへも引き込み線が伸びる 旭川,川川駅表からはこの駅が発祥する要因となったかつての師団専用線が貨物支線となって分岐している。その分岐点から少し駅寄りに駅裏の旭川側にあった気候上土場へ向けて分岐していた専用線の跡が残されている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成地下踏み駅は 北海道旭川市近文町20丁目にある北海道旅客鉄道日本貨物鉄道函館本線の駅である。JR 北海道の駅番号は A27。ロシアの南下政策に危機感を抱いていた明治政府は明治32年6月から第7師団を札幌から旭川へ移動。これに合わせ、 平地建設のための軍用引っ込め線 4.6km を設けるにあたり、当駅を開設した。四段専用線、または四段の置かれた高須村から高須専用線と呼ばれた、この引っ込め線は、その後、対象年間から周囲に多くの機構上や同立林業指導所が設置されて、軍用よりもその木材貨物専用線としての性格がすでに大きくなっていたが、 戦後になって、市団跡地手前までの2 9トルが残され、貨物駅の旭川大町駅が新設されて、石炭や木材資源等の貨物支線として利用されるようになった。現在は廃止されている。所在地名より、アイヌ語の地下プーイに由来する。現在の地下文山の川に臨む大岩に、いつも鷹が止まっていた岩があったことによる。北に隣接して、 当駅から軍用船が向かっていた高須町はこれを違約したものである。一面二線の島式ホームを有する地上駅。ホーム上には明治後期に建てられたとされる古い木造の待合室がある。駅舎は構内北側にあり、ホームとの間に側線があるため古線橋が設置されている。古線橋は駅舎反対側の構内南側にもつながっている。駅舎内には 自動券売機や男女共用の推薦式便所がある。もともとは信号扱いがあったため駅長や駅員が終日配置されていたが簡易委託駅を経て現在は旭川駅管理の無人駅となっている。一往復のみ当駅始発終着の列車があったが廃止された。駅舎側より記載。現在 JR 貨物の駅は シャー貨物の臨時取扱い駅となっている。貨物列車の発着はなく、貨物設備や接続する専用線もない。かつては駅構内から、北連組合資料朝日川工場やシェール石油の輸送所、化学薬品販売業者などへ続く専用線が存在していた。これらは百九十六年までに全廃されている。乗車人員は以下の通り。なお、 1日平均は、年度の日数で除し、死者購入して算出した、近文信号を停車場に関するカテゴリー。ありがとうございます。